一つはね、断定してやる。多少こっちに自信がなくてもそうだと言い切る。自信を持って言い切る。世の中のことというのはそうそう自信を持って言い切れることというのは実はないんです。実は本当に真剣に考えるとそう断定できることなんてないんですが、それを正直に不安そうに喋るから子供たちは迷うんですね。大人は断定的にしっかりとものを言うてやる。これは一つの方法やと思います。つまりね、テレビの見てる人たち、女子供って言って昔はバカにしましたね。女子供という一括りにして。ところが僕はね、今やもう女子供の時代やと思うんです。女子供というのを意識せないかんですね。テレビだけやないですよ。世の中全部がそうでしょ。女子供でしょ。例えば、日本中の家庭をアトランダムに抽出してみて、100世帯なら100世帯、1000世帯なら1000世帯でもいいですよ。その中で統計取ってみたら、ほとんど女と子供が実権握ってんの違います？旦那が働く、給料は振り込まれる。その振り込まれた銀行の金で奥さん方がやりくりをすると。で、やりくりをするときに、昔なら男がちゃんと金を持って帰ってきたんで、これで何かを買うと言うても、私が稼いだという実感があったけど、今や銀行経由で入ってきますから、家族のもんと。これはこれでいいんですよ。ところが男が、例えばまあ、高い買い物するとしませんか。車。で、男というのは、車なら車で、もちろんデザインもそうでしょうけど、メカニズムまで行きますからね。1800cc、ダブルオーバーヘッド缶。これはええぞ、ターボ付きで。こんなこと言うても、奥さんにはあんまり説得力ないんですね。それよりも、女の人が、この車かっこいいって言った車の方に、行かざるを得ないと。ほとんどが女と子供が、家庭内で実権握ってしまってるんでしょ。テレビもほとんどそうですよ。昔はチャンネル権なんて言うて、それが元で殺人事件まで起きたと言いますが、この頃はもうパーソナルテレビになって子供は子供で、家族は家族で見るようになりましたから、そんな争いもなくなってね。で、それを誰が握ってるか言うと、やっぱり、テレビの視聴率というのは女、子供、これに受けるのをやらないかんですよ。世の中全部がそうですよね。女性と子供、これをターゲットに絞り込まないかんわけですよ。で、そこへ向けてどんどんメッセージを送るんですがね。で、女性を口説くときにもそうなんです。不安げに言うとダメ。女には特に断定的にものを言わないかん。こうなってるんですね。わかりやすい卑近な例で言うと、お茶でも飲みに行きませんか？とこれはダメなんです。お茶を飲みに行きましょう。と断定してやるんですね。そうすると、行きませんかと言われると、聞かれた向こうが、つまり自分の方が、はいとか、いいえとか、自分で判断を下さないかんですよね。その結果、何が起こっても、最初に自分が判断下したの、自分に責任が返りますが、お茶を飲みに行きましょう。食事しましょう。と言われると、私は別にはいとは言ってない。あの人が言ったから言ったらたまたまこうなったんだという言い訳ができますわね。で、この言い訳っていうのが大事なんです。相手が断定すると向こうがイエス、ノー。まあもちろんそこでイエス、ノーで、完全にノーならノーでいいんですよね。どっちかなーという方やと断定された方についていく。我々の喋り方もそうなんです。司会者なんかを見ててね、そうそうそう、テレビの中で、まあ司会というのが、この頃アナウンサーもやれば、もちろんお笑い芸人もやりますし、それから、そうですね、この頃ですと、元何々、元例えばスポーツ選手であるとか、あるいは、大学教授であるとか、銀行員であるとか、いろんな人が司会しますよ。で、司会の時に、これは戦後民主主義教育の現れやというんですがね、断定的にものを言うことを怖がるんです。一番司会者に多い例が、それでは今日も楽しく行ってみたいと思います。まず最初はこの曲から聴いてみたいと思います。こういう司会者多いでしょ。で、これは、戦前にはなかった言い回しなんですって。戦後出てきたんですって、民主主義によって。こんな司会者で何々してみたいと思います。何々したいと思います。すごく思う人多いでしょ。ラジオ聞いてても、テレビ見てても、してみたいと思います。してみたいと思います。これ無駄なことなんです、本当はね。今日も楽しく行きましょう。まず最初はこの曲から聞いてください。何のことはない。決まってるんですから。交通情報へ行ってみたいと思います。
思うだけかなと思ったらほんまに行くんですね。行くんやったら思いますって言わんと行けって言うんですがね。これが探偵的にものが言えない。戦後民主主義教育によって民主主義は多数決ですから民意に諮らなくてはいけない。例えば一つのクラスの中にあって、さあそれでは今日も楽しく行ってみたいと思いますが、皆さんご異議ございませんか。ご異議がなければ行かせていただきます。先ほど皆さん方に測りましたですね、測った結果ノーがなかったですね、では行きますという、つまり非常に民主主義的なやり方が、今日も楽しく行きたいと思います、まず最初はこの曲から聞いてみたいと思いますと、この思いますになっていくんですね。これは断定してない、つまり自分がリードしてない、独裁者ではない、専制君主ではないという方法ですから、非常に柔らかくて当たりはいいんですが、そこに基準のような俺が引っ張っていくという、見てる人を引きつけるものがないんです。それよりも多少傲慢であっても、今日も楽しくいきましょう、まず最初はこの曲からですと、こう言った方が、はあ、スパッと言うてはる、ああキレがいい、うん、この人の言うことは間違いがないであろうと、こう思わせるという話術があるんですね。世の中の全てが今そうですよ。みんなが基準をなくしてしもて、みんなの顔色を見ながら何々したいと思いますが、いかがでございましょうかという、その方式ばっかりの中で、こうしましょう、こうです、これに間違いありません、絶対これですと。世の中に絶対なんてことはないんですね、うん、永久にということもないですしね。ところがそれを言うてやった方が、聞いてる方はふっと安心すると。つまり基準をきちっと、多少間違っててもいいから、断定をすると、見てる方が間違ってるかどうかは判断すればいいんで、それはテレビというもんをね、魔法の箱、これがオールマイティやと思いすぎてるんですね。僕なんかテレビでちょいと小難しいこと言うてるでしょ。実は僕の気持ちの中ではね、本来見てる人たちが僕が何を小難しいへりくつを言うててもまた言っておるか、うん、まだ青臭いやつがほう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 何を言っておるかと、こう高いところから僕を見ていただくと非常に、楽しんでもらえるんじゃないかという姿勢でやってるんですが、ところが僕はそれを言うとですね、みんながほう、うん、とこう頷かれると困るんですね。そこでふんふんういやつじゃ、俺の手のひらの上で転がしてやろうかぐらいで見てくれりゃいいんですが、どうもテレビというのが魔法の箱、全てを支持する、オールマイティの箱みたいに思われるとね、テレビに全てを求めすぎるんですよ。テレビというのはマスコミのメディアの一つですから、ワンオブゼンですからね。テレビが全てじゃなくて、テレビもあれはもちろん新聞もありますし、雑誌もあるでしょう、ラジオもあるでしょうし、いろんなものの中の一つと思ってみりゃね、そう目くじら立てることもないし、このテレビの中で、寸分間違ったことをやってはいけない、いいことだけしかやってはいけない注文がないような気がするんですよ。これだけチャンネルも多くて、で長時間にわたってやってる中、全てをそこでオールマイティをテレビの中に求めすぎてしまうとね、テレビがいよいよ面白なくなってしまう。せっかくついここ30年ぐらい前から掴んだ、こういう箱ですから、これをどう面白く使っていくかというのは、何にもテレビ自体に大げさな期待感を抱いてね、そこで自分の気に入らんことやってたら、許せんと言うてみたり、僕はむしろテレビの中がどんどん面白くなくなれば、みんながスイッチを消して、本を読むなり表へ出るなり、人と話すなりということが起きてくるやろうなという気がするんです。今がちょうどそんな過渡期ですかね。僕なんかは生まれた時にはもちろんテレビもなくて、ラジオだけで、そのうちテレビの放送が始まる、民放が始まる、チャンネルが増える、カラーになる、という時代を経てきましたから、いちいちわわわと思いながら来ましたが、今の二十歳代の人なんてのは生まれた時からもうテレビがあったわけでしょ。しかも色がついてたわけでしょ。そのテレビというものが別に不思議でも何でもない、家にある電気窯と冷蔵庫と何や変わらん、もう生まれた時からそばにあったもん。でそれを過大評価して、これが全てのもんだと思い詰めて、あまりにそこに、この四角い中に全意見を投入してしまうとね、せっかくのこのテレビというおもちゃが面白くなくなってきますんで、テレビに対して過大評価せんことですよ。で足らんとこはね、本読む、人と話す、街へ出る、そうですね、その方が人生もっと豊かになりますよ。テレビ見る時間があったら、スイッチを消して本を読むか人と話すか、その方が人間豊かになるような気がしますけどね。テレビ出てる僕が言うというのも変な話ですが。
テレビというものが出現してようやく定着の兆しを見せ出した1960年代、各家庭の中でもテレビによる影響というのはたくさん出てきだしたでしょうけども、我々テレビの中で何かを演ずる芸人の側から言わせてもらっても、この1960年代のテレビの出現というのは芸人の内容において、あるいは形においてさまざまな変化をもたらしました。まず私自身がこの世界へ飛び込んだのが1960年、ちょうどこの昭和35年デビューなんですよね。で、実はこの1960年というのは私自身の、自分自身の体験から言っても、芸人の楽屋の中に大きな変化をもたらし出しました。例えば昔はつまり寄席だけで生計を立てたわけですよね、芸能人。で、寄席だけで生計を立てられる人というのはかなりの大物、超一流の人で、それ以外の人は寄席でもらうお金なんてのはほんのわずか知れてますから、劇場だけではどうしても食べられない、他の仕事へもいろいろ行かなければいけないと、こういうシステムやったわけですね。で、私なんかがこの世界、寄席の世界に入ることを幕内に入るとこう言いますがね、その幕内に入った1960年、昭和35年というのはまだまだ劇場だけで食べてる芸人の方がステータスがあるんだと、こう言われた時代なんです。ですから寄席の楽屋へずっとじっとしてる大師匠というのは素晴らしい人やったわけです。だからそこには楽屋という厳然たるスペースが築かれたわけですね。で、その楽屋に年功序列人気の順に芸能人がずらっと座っている。で、我々新入りはというと、もうほんの端っこの方に身を小さくしている。で、先輩の芸能人たちがその楽屋へさーと言いながらにして喋ってることを耳そばだって聞いてるんですね。その中には、まあ、取り留めもないあそこのイワシがなんぼやの、こっちでじゃがいもいくらしたというバカバカしい話から、ほら後々まで語り継がないかんような芸談までがいろいろとこぼれて入ってくる。で、そのうち先輩からこっちが目に留まって、おお、そこの若いのなんかおもろい話ないかと、こう指名なんかがかかったりするわけですね。この時が初めて先輩に認知してもらうチャンスでね、その時に先輩の前でこんなおもろい話して、こんなこと言うてもらうと、なかなか若いのにおもろいやないかと言うてもらえるという、つまりあの楽屋というのが一つの芸能人の修行の場でもあったわけです。ところがそこにテレビというものが現れたんですね。するとどういうことになるか。昔は楽屋へじっとしてる芸人の方が一流で、で、他へ仕事うろうろ行くようなやつはつまり、二流以下だとこうされてたのが、テレビというものができだしてですよ、テレビ局からテレビ局へと移り変わるマスコミの長寿のような働きをする芸人の方が、楽屋へじっとしてる芸人よりもどんどん人気とか経済的にとか逆転しだしたわけです。するとそこで楽屋というものが一つ崩壊しだしたわけですね。それまでは楽屋へじっとへたり込んでる大師匠の方が偉かったのが、今や若手でフットワークよろしく、小脇にテレビ局の台本を3冊も抱えて、テレビ局からテレビ局時間を追われてザーッと走り回る芸人の方がいい芸人だというようなスタンスに変わってきだした。さあ、ここからですよ、内容が変わりだしたのは、つまりね、テレビというのは確かに最初は寄席でやってることをそのまま映すような、つまり実況中継のような、つまり舞台でやってるのをそっくりそのままテレビでやる、で、舞台の芸をテレビが映し出すということをやったんですが、テレビというのは残念ながら舞台の芸をそのまま映すことはできますが、空気を送ることまではできないんですね。我々が寄席でやってる話術とか会話とか芸とか笑いというのは一体何やと言われますと、これ空気なんですよ。つまり演者の吐いた空気をお客さんが吸い、お客さんの吐いた空気を演者が吸うと、その空気の一体感があってこそ面白いという芸を切磋琢磨訓練してきたのに、空気を寸断されるテレビというものが出た途端に、空気を揺り動かす芸よりも素人芸の方が面白いのがテレビだということに世間も気がつきだした。いや、芸人も気がついた。するとそれまで何十年もわたって先輩から習ってきた話術であるとかノウハウということがテレビの前では全く無力なことを芸人は知ってしまったんですね。だからといって、もうすでに古い修行の仕方をしている我々芸人にとっては今さらテレビ用に変えるわけにはいかんです。ところが若い芸人はさすが芸人になろうかという人間したたかですわ。ちゃんと、あ、そうかと、
今までやってきたような話術であるとか訓練であるとか伝統みたいなものよりもテレビで受けようと思ったら素人の方が面白いのならば素人芸をやろうとやりだしたんですね。で、まあ簡単に言いますと、その素人芸を極めたチャンピオンが明石家さんまであり笑福亭鶴瓶なんですよ。でそれを逆手に取ったのが萩本欽一でありタモリなんですよ。まあこれになってくるともっともっと説明は本当はいるんでしょうけど、つまりね、私なんかですと今年のお正月にあったことを、簡単な例ですよ、今年のお正月にあったことをテレビの前であるいは人の前で喋ると言われると、その時には私なりの何年かの今までの経験によってそれらのことをまとめて分かりやすくより適切な表現で無駄を排除して言おうという本能が芸人として働いてしまうんです。とこれがテレビの前でこの喋り方をするとリアルには聞こえんのです。僕がですね、そう、あれは2ヶ月ほど前の1月の半ば、成人式も終わった1月17日でした。金色夜叉熱海の海岸、寛一お宮が、あの海岸でお宮を蹴った日、その1月17日の夕刻、こんな喋り方して誰がこれを、あ、なるほどな、ほんまやなと思います。これもしも鶴瓶ちゃんが喋ったらどうなると思います？同じ時に起こったことを同じように言うんですが、この間ですわ、あのね、あ、バッともうだずっと前で、いつやね、いや、せやからの、1月のその頃に、この方が聞いてたリアルだなと思うでしょ。つまりこの喋り方の方がテレビではより新鮮にリアルにインパクトあるように伝わるんですね。そうすると今まで何十年もかかってやってきた芸は何だったんだいうことになるんです。となるとインパクトのあるもんばっかりにテレビの芸人が走り出す、持続力に欠けてくるんです。確かに無駄をいっぱい入れた素人芸というのはインパクトはありますが持続芸がなくなってくる。下品だけどインパクトがあるものか、上品だけど洗練されてるけどインパクトはないでも持続力があるものか、どっちを取るかというところで芸人というのは非常に悩むわけですね。でテレビに出るときにはいかにも素人っぽくリアルに喋って、で舞台へ帰れば勝手のプロの芸人風の芸をやろうと、これが芸人の望みでしょうが、そうなかなかうまいこといかんもんでね、どっちかになるんですよ。だからテレビというのの一番面白いのは何かと言われると、素人が芸をしているところか、プロが私生活を見せるか、この2つに1つなんですね。つまりテレビでの芸は作り物ではなくドキュメントが一番面白いと、こういうことになってくるわけです。だからテレビ芸人を目指す人はこれからはテレビ芸人としての話術といういわば伝統ができてくる、とこれが逆に前のものとうまく一致してくるんじゃないかなという気もいたします。テレビの前の人も気楽に、芸人見て笑ってるでしょうけど、やってる方は実はテレビの笑いというのは困ったもんだと思いながらね、今はこれに頼るしかないと思ってやってるんですよ。さて、今夜ご覧いただきます時代劇は、あの無敵の浪人月影兵庫と渡世人の焼津の判事ですか、近衛十四郎さんと品川隆二さんの凸凹 コンビですが、いわばあの漫才コンビですよ、この二人の織りなす珍道中ぶりといいますか、これが視聴率的にも非常に高視聴率を誇った時代劇、いわばあの NHK などで行われる大河ドラマのような歴史的な交渉があるとか、勝手の実在上の人物であるとか、そういった設定、それは全くなし、実に荒唐無稽ではありますが、これこそ実はテレビ的なんではないかと、テレビにおける時代劇というものを考えさすのは、この辺りが私はヒントになるんではないかと思います。それでは今夜はあの無敵の浪人月影兵庫、ちなみにこれを演じています近衛十四郎さんは、今テレビで活躍中の松方弘樹さんのお父さんだということを念のため若い人のために付け加えさせていただきます。ではその近衛十四郎を扮する月影兵庫、そして品川隆二さんがいいボケ役で、焼津の判事でしたかね、強い
体でありながら腕は立つのに、何かが嫌いという、つまり昔からある、つまりドラキュラはニンニクに弱いとかね、うん、腕は立つけども女には弱いとかいう、そういったものを実に細かいシチュエーションで取り入れたのがこのスローに月影標語でした。でこれが確か花山大吉シリーズのようなところへ続いていくんですかね、ちょっと色っぽいヒーロー、隠密剣士の子供のヒーローではない大人のヒーローをお楽しみください。スローに月影表。なぜかと言いますと、先書かれたようにまずドラフト制度を導入したそのきっかけは戦力の均等化、これが一つ。そして契約金の高騰を防ぐと、この二つなんですね、主な目的は。ところで契約金の高騰というのは抑えられてますか？現実には裏金が走ったり、ちょっとも契約金を抑えるという役目は果たしておりません。でもう一つ、契約金を抑えなければならないのはこれ不安からの論理ではなくて経営者側の論理ですね。つまりプロ野球という明日をも知れぬような見え投じながら金が抑えられる契約者によって、そして企業努力をしてないチームは金が出せないからと泣き言を言う、そんなことが不安に押し付けられるなんていうのはもう迷惑千万この上ないんですね。もう一つ、戦力の均等化、これももう今や有名無実化しております。現実に昭和41年度からの選手だけでドラフトになってからどこが優勝しました？普通ならば6球団が交代交代に6年に1遍は優勝してもいいのと違いますか？阪神タイガースは昭和37年小山村山を擁し、そして昭和39年村山バッキーを擁して優勝いたしました。ところが阪神が優勝するとすぐなんぞ新しい制度を持ち出すのが巨人なんですね。その翌々年からドラフトなるものがありました。それから阪神はどうだったでしょうか？戦力の均等化と言われながら21年間昭和60年まで優勝ができなかったんですよ。どこが戦力の均等化です？まだ阪神優勝したからよろしいよ。太陽は何をしとんねん。昭和35年にしてから一遍もしてないやないかい。どこが戦力の均等化やねん、太陽なんかなあ。はい、はい、この事実を見てもどこが戦力の均等化、契約金の高騰を抑えるんですか。もう今やドラフトというのは有名無実になっております。行きたいとこへ行かしたったらええやないですか。しかもドラフトをどうしても導入したいちゅうにやったら、私はね、例えば韓国のような地域性ドラフト導入ね、生まれた土地によって行く先が決まってしまう。大阪で生まれたらもう阪神しかない、これ決めるんです。でジャイアンツは東京、関東の選手だけでやればよろしい。それこそ都市対抗みたいな気持ちが湧いて、大阪代表、東京代表という気持ちで地域性で応援ができるんですよ。これが高校によって分けるとか言うと越境したり、どっか野球留学してしまいますから、生まれた土地ね、それから将来巨人に入れたいなと親が思ったら関東へ来て子供を産めばええんですよね。で阪神に入れたいと思ったらどっか関西で産めばええんですね。こういうふうに地域性のドラフトにすると都市対抗の意味もあるし、そうなるとあんた清原なんか阪神ですよ。桑田も阪神やな、吉村も阪神、野茂も阪神、強いぞ阪神は。それからもう一つ、どうしてもドラフト制度にプロ関係者が固執するならば、外人もドラフトにしてくれ。今のプロ野球というのはほとんど外人の力で左右されてるの違うか。そしたら各球団が交渉してきた外人をずらっと並べて、これもドラフトにしてくれな、戦力の均等化なんか絶対できへんなら、阪神見てみ、クビにしたやつが大リーグで2冠王取るし。なんでよその組み方、外人ばかり使わないか。それを思ったら外人もドラフト制度を導入すると、まあ一番いいのは伸び伸びするためにもドラフト制度を撤廃してしまう。スターが生まれにくいんですね。自分の望むところへ自分で男一匹その世界へ身を投じてやってみる。そこで腕を上げてこそ世間もああスターだとこう言うんですね。もうほとんどドラフト制度が導入されてからのスーパースターというのは江夏豊以外におらんでしょ。それまでは例えば長嶋であり王であり村山でありいっぱい出たんですよ。やっぱりそれぞれが腕を試すためには自分の思うところで自分で考えて入ってこそ腕を上げられるちゅうもんですからね。スーパースターを生むためにも、それからなんかごちゃ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 その逆指名やのあるいは拒否やのそういう忌まわしいことで、つまり憧れをなくしてしまうよりもドラフト制度をこの際撤廃してしまう。弱いかったら弱いでいいですやん。戦力の均等化なんで大きなお世話です。弱いとこが強いとこをたまには倒すから面白いですね。弱いとこでもたまには勝てますもんね。だから面白いんであって、戦力均等化したら面白くないですよ。だから私はドラフト制度を完璧撤廃論者でございます。この番組は椿山荘プレハ科学とご覧のスポンサーの提供でお送りします。
あるという、生産地別地域性ドラフトの導入、これ小学校なんかようある制度ですね。小学校であの住民票ここにあるとここの小学校行かないかというあのシステムですよね。越境はいかんですね。で外人のドラフトも導入せないいかんと、はい。であのこの生産地別地域性ドラフト導入すると一番潤うのは阪神なんでしょうね。まあそうですね。ね、うん、大阪人が一番活躍してますからね。関西人がね。出るのは苦手ですけど、うん、見るのは大好きなんですよ。だからテレビ版上岡さんのもいっぱい見てますから、とにかくあのうちに VTR がね5、6台あるんですよ。でも一日中回ってます。何か撮ってますから、はあ、裏番組の裏を。それでそれをあの朝から晩まで流しっぱなしでマラソン、はあはあ、これ VTR 楽しいですよ。 VTR で見るわけです、うん、結果を知らずに。結果を知っていても VTR で見直すんです。ちょっとねあの後ろから来た選手がね前の選手を抜きますよね、うんうん、抜いたりしますよね、うん、もうあれはこう限界と挑戦しながら抜くわけですから、すごい決心がいると思うんですよこいつは。で抜いたなと思ったら VTR 巻き戻して、どこでこいつ決めたんだろうとか、それを見るわけ、シンプルだね。すっごい楽しい。いや分かる分かる、それは分かります。あとこの先を走ってるやつがなんか諦めると抜かれるんだ俺はっていうのも巻き戻して、だから大体マラソンって2時間ちょっとの巻き戻しますから5時間ぐらいマラソン楽しんでます。人の場合楽しめる。僕はね最近ちょっとやめましたが、はい、一時あの阪神の試合全部ビデオに撮ってて、ええ、で結果知ってて、はい、もう一度夜中にスコアブックつけながら見ました、これは辛かった。次ホームランを打たれるの分かる、分かってる。ここで逆転される、それ巻き止めるんです、うん、ここでワンツーと、うん、で次のボールをなぜここへ行くか、もっぺん巻き戻す。辛いですよ、高め、あーっての巻き戻すんですよ。どうしても高め、何回見ても。すごい。それでスコアブックつけちゃうんですか。スコアブック知ってるのに、ええ、うわーそれマラソンよくすごいですね。疲れましたよこの頃はね、いろんな楽しみ方があっていいんですけどね。上岡さんはじゃあテレビなんか見るタイプですか。まあいっぱいあの出演されてますけど、自分のは全く見ません。あ、そうなんですか、ええ、もう自分のみんな大嫌い。ああそこはやっぱ僕病気かもしれないですね。あの僕ね、まあ、出る回数少ないでしょ、だから自分の出たの好きなんですよね。人来たら絶対見せます。もう何回でも見せますね。みんな嫌がってますよ。もう一回見ないとか言って、で僕は自分で見ていいとか言うんですよ自分に。だからね自分が出た VTR 全部持ってます。もう家宝ですねあれは。いいな、うん、そこまで。紫雀さんがそうなんですよね。あ、そうなんですか。自分の落語を家で見て、ね、うんうん、笑ってはるんです。すっかり自己陶酔するっていう。いいんですよね。面白いですか。笑いのセンスが一緒やって言うんです。最初です。すごいな。あ、自分の番組はご覧にならないですか。絶対見ません、うん、なんかあの間違って家で、うん、ふっとチャンネル合わせた時自分の顔が映ったりすることあるんですよ、うんうんうん、慌ててパッと悪いもの見たからザッと変えます。あ、固くなに見ません、ね、ラジオの自分の番組なんかをテープに撮っててってないですか。あのタクシー乗った時にね、うん、どっかで聞いたことのある声が聞こえてくる。何抜かしとんねこいつはと思ってムカムカして聞いてた自分やったいことあります。あ、それぐらいわからないですかね。でタクシーに乗ってまさか変えてくれっていうのもおかしいでしょ、うんうんうん、それもでも途中で気がついたんですか。途中で気がついた。なんか聞いたことあるなと思ったんですかね、ってことは自分でこう話したことに責任持ってない。全く覚えてない。あ、ずっと忘れてます。はい、だからね天才ですね、うん、でも自分のそれじゃ歌が、うん、まあ街角からよく聞こえるでしょ、そういうのはどうです。やっぱ僕は病気でしょうね。気持ちいいですよね、俺だみたいな。だからあの変な人なんですけどね、寝る時に音楽聴きながら寝る癖があるんですよ。あのちっちゃくして本当にちっちゃくして、ね、子守歌程度に全部自分のアルバムで自分でこう選んで曲をつないで、うん、今日はこれにしようとか言って。あ、変なんですよ。自己陶酔です、すっかり。自分で作った歌何曲あるんです。わかりません。もう全然わかりません。数えたこともない、もうだからもしそれが分かってたら、うん、こんなに作れないんですよねきっと。だってよく調べるとほとんど似てますから、うんうん、だから自分の曲を盗作してるなと思うんですよねやっぱり。それ気がつきたくないんですよね、なるべく。ただその詩をね、あの例えば書くなんていうの、まあ、あの20歳の頃はね、あの、まあ、言ってみると湯水のように湧いてるっていう
時でもう少しはあったような気がするんですよ。最近はやっぱり、まあ、僕に限らないと思いますよ。例えばあのご近所の井上さんっていう人たちも、うん、あのやっぱりですね、こう構えてそれで作ろうっていう感じになって、それから辞書を調べたりとか、そんな風にしないともうできないっていうね、うんうん、だほとんどそれだって言ってみれば盗作ですからね、うん、どっかからいただいてるっていうのはあります、うん、自分でね、特にその売れたりすると恥ずかしいっていうのがあるんですよね、うんうんうん、盗作だっただけに、うん、だからねよく言うんですけど、誰かの意見を借りてるからって言うけど、所詮人間の意見って先人たちの言ってきたことを積み重ねた上にあるわけでしょ、うんはいはい、でほとんどが人の言ったことを元に喋るわけでしょ、うん、そうですよね。そうだから、まあ、あの著作物みたいな時の、うんうん、盗作っていうのは決して褒められたことではないですが、はいはい、意見とか芸術的姿勢っていうのはほとんど元になってるのは他人のもんですよね。そうですね、うん、オリジナルっていうのはあんまりないんですよね、うん、全くのオリジナルなんてね、はい、なかなかね、うん、でそういう意味では僕はそう、まあ盗作はいかんけども、うん、人の意見を借りてその上に自分の色が乗ってればそれはそれで僕は認めるというね、はい、気はするんですかね。僕たちは特にそのアメリカかぶれでしたからね、うん、だからアメリカのその文化に全くこう憧れてて、それでそういう向こうのミュージシャンの盗作から始めてるわけで、コピーから始めてるわけでしょ。だからもう基本的に自分たちがやってることはコピーの上に成り立ってるっていう意識があるんですよ。でちっともオリジナルじゃないっていう思ってますからね。でも吉田拓郎オリジナルというのは今までたくさん世に出て、はい、でみんながまあ認めてるオリジナルなんですよね、はい、それはそれで、はいはい、でも買ってあれだけのものを送り出してくると今度生半可なもんでは吉田拓郎の名に傷がつくんじゃないか思って、うかつには世に出せないみたいな、そういう気ないですか、はいはい、ありますね、やっぱり気にしてて、うん、でそうしてやるとろくなものはまた出てこない、うん、その悪循環は結構続けてますね、うん、僕はあの襟裳岬っていう森進一にね、はいはいええ、あれは森進一に書いたんですか、それともたまたま襟裳岬っていうのを書いたのを森進一側がそれ歌わせてくれってことで、あれは森進一さん、僕はねそれまあ今初めて聞くんですが、はい、森進一にあれを歌わそうというね、その凄さですよね、で世の中慣れというのは怖いもんで、今襟裳岬森進一聞いて、誰もあれを不思議にも違和感も何も感じないですよ、ですよね、当然ね、うん、でもあの時はものすごく気持ち悪かったんですよね、うんうん、そうですよね、もう吸ったもんだ言われましたよ。そうでしょ、はい、襟裳岬っていうとね、風はひるひる波はどんぶらこ、島倉千代子しかなかったんですから、はいすね、頭には、はいはい、その時にあの襟裳の春は何もない春ですって言われてね、うん、どこが演歌やねんっていう気がします、うんうん、僕はそれよりも、覚えてないですあれと同時期に、はい、裏表やったと思うんですが、もう一つあなたので森進一歌ったでしょ、寄捨て人を寄捨て人って言うんですか、あれの方が僕にとっては強烈やった、はいはい、森進一がこれを歌うかというね、うんうんうん、で僕は森進一よーこんだけのことやるなというね、うん、だから僕はおそらくこれは吉田拓郎が森進一に書いたんではなくて、吉田拓郎作としてあったと、それは森進一側が何かないかと、もう森進一も変えなくてはいけない試行錯誤して、そこへその作品歌わせてくださいって来たんじゃないかと思ったぐらいなんですよね、うん、それはだから森さんのスタッフすごかったですね、それを選んだんですから、うん、OK したということはね、うん、で僕が作ったデモテープも、うん、あの森さんが歌ってるような感じじゃなかったんですよ、あの渡したデモテープもね、もっとロックっぽくて、うん、ボーデラみたいだったんですよ、どっちかっていうと。でこういうのをやったらどうですかって一言は付け加えたんですけどね、うんうんうん、そしたら、まあ、かなりアレンジされてましたけども、うん、演歌っぽくは、当時としては珍しいですよね。ただあのその後演歌の大先生から怒られましたよ、いっぱいあの飲み屋で、あんなの演歌とは呼べねえとか言って、僕演歌じゃないと思ってますからすごく怒られて、余計なことするなお前たちはっていうふうに言われましたねでも今はもう何の違和感もないですね、ないですよね、メロディーもね、ちっとも、はい、うん、むしろあれ以後あのタイプの演歌というのはいっぱい出てきました、出ましたね、あの小倉圭さんのとか、はいはい、だからね、僕は純粋な演歌というのはね、もう一つね、肌に合わんですよ、はい、貧乏臭いでしょ、なんかあの病気がちの女とね、社会生活不適合症の男がね、二人で四畳半の片隅でね、生きていけないで死んだらええやないかお前らというね